くかと思ったが、いける、これはいけるぞ。死生観、よし、総員全力で追い込み攻め立てろ。一兵たりともその命取りこぼすなよ。鉄巨神は、何者だ。衛兵とは違うようだな。なるほど、グレンのカムナビ、その名伊達ではなさそうだ。死生観、休憩しようぜ。このまま攻めよう。見てくれた？うん、セナかっこよかったよ。あれ？ケベスのキャッスルだよ。みんなは初めて？うん、アグヌスに負けないくらい大きいですね。はあ、こんな奥まで来たことありませんぜ。私もだ。以前女王陛下に。
ばの光、雷かな。にしちゃずいぶん眩しくなかったか。音だってすごかったもん。どこからの光だ。よくない感じだ。なんという破壊力。この兵器は無限とも言える射程を持っている。コケで滑るから気をつけろよ。おっと、言ってて自分が滑ってるやせはねえな。何がおかしいんだよ。まあね。あ、ミオ。あ、ありがとう。大丈夫か。ちょっと足滑らせただけだから大丈夫。まだ大丈夫。まだ優しいね君は。別に普通だろ。何考えてたの？さっき。さっきの光。光、メビウスによるものだって思ってる？え？俺たちはメビウスに狙われている。うん。タヨン、前に言ってたよな。俺たちの死生観は同じって。ああ、確かに言ったが。あの後。言葉にはしなかったけど、みんなこう思ったはずだ。ケベスとアグヌスの戦いと死で戦わされているのかもしれない。ウロボロスの存在はそれの邪魔をする。日時計解放しちまうからな。私たちが狙われる理由がそれ。要するに邪魔ってことか。狙われる理由としては筋が通っているが、アグネスとケベスを戦わせる理由が不明確だ。そこについてはわからない。それって珍しいの？見せて。あれってどこか別の道があったりしないかな。よっ。それにしてもメビウスってとんでもねえやつらだよな。平気で人の命を奪って。たく、冗談じゃねえ。た、マナナ。じゃあ、ノアさんたちもミオさんたちも悪役ですも？なんでそうなるよ。だって、この前まで人の命奪ってましたもん。悪役にはならないですも？それは、
命を取らなきゃ死んじまうんだから仕方ないだろ。仕方ないと悪役にはならないですもん。誰も好き好んで戦ってた？マナナ。じゃあノアさんたちもミオさんたちも悪役ですもん。なんでそうなるよ。だってこの前まで人の命奪ってましたもん。悪役にはならないですもん。それは命を取らなきゃ死んじまうんだから仕方ないだろ。仕方ないと悪役にはならないですもん。誰も好き好んで戦ってですもん。世界が悪いか、考えたこともなかったけど、言われてみれば、なんで俺たちこんな世界で生きてんの？それを考えても意味はないぞ。考えたことはあんのかよ。君と違ってな。いいから教えろよ。行き着くところはなぜ存在している？俺たちが見ているから。そうじゃない、人が死滅したとしても月の光は変わらず大地を照らし続けるんだ。でもその光に意味を見出すのは俺たちだ。今日の光は青いねとか、いつもより暖かいねとか、それと一緒で世界に意味を見出すことも変えることも俺たち自身が用いた特権なんだ。それが私たちの力？せっかくの特権だ、使わない手はないさ。悪役にならないために。今はそれで十分だと思うだろ。よっよっよっ。なあ、本当にこの道で合ってんだよな。道はあるみたいだけど、ここを抜けるのは骨が折れそうだ。でないだろ。ほらさっさと行こうぜ。
叩くぞ。おう、やってやる。僕が先陣を。ここで決める。ねえ、こんなのやるない。